你收看的频道是牛奶大师师师师台。好，观众朋友大家好，我大师。好，我们来玩这款游戏叫做梦幻模拟战。那据我记得这个是大陆做的游戏，那它是类似我们的战棋的游戏的方式去进行战斗的。好，那我们来游玩吧。女神よ、我が祈りを聞き入れたまえ。混沌の魔の手がすでに運命の子に及んだ。夜明けへの旅を始めなければなりません。あなたに人間界の代理人として好機の力を貸し与えましょう。歴戦の勇者たちよ、女神の名のもとここへ集うのです。好奇軍、エルウィンがここに。邪悪などに決して降伏してはならない。聖剣の力は君の手の中にある。私は青龍騎士団団長レオンだ。胸を張れ、敵は所詮暗闇のストークだ。はっ、幻に過ぎん。行くぞ。攻击目标，我可以选他吗？马修，十回合要结束就对了。攻击。抵抗するな。降伏せよ。我を受け入れよ。
さすればお前に無限の富と権力を与えよう。断る断る。お前より彼らの方が信頼に値する。彼らは俺に諦めるなと、誰にも屈するなと教えてくれる。なら死ぬ死ぬ。はいよ。こちらの敵は俺に任せろ。哦，一击必杀。哦，我可以放技能就对了。点他，可是不太想点他哎，那、啊、算了。哇、哦、吼！召喚する壊滅の牙、恐怖を汝の生贄とせん。来い、我がサーバントよ。化け物まで召喚できるのか。この痛み、これは本当に夢なのか。降伏せよ、屈服せよ。膝を折るの、そして死ね。ダメです。私たちの今の力では彼にかなわない。女神、我らに希望を与えよ。女神の光、俺の意識、すべてが白くなる。無駄な抵抗を。お前がどこにいるかすでに分かっている。すぐに現実で相まみえよう。哇，这个游戏这样对吗？奶还在晃啊！撤退吧。其实我刚才没有仔细看题目，哈哈。这个游戏要选不存在天上还是我就是神？这个是干嘛的？你喜欢什么？
あなたの答えをあなたは仲間に対して何を望みますか？熱情。あなたにとって愛とは何ですか？あなたの答えを最後の質問です。あなたは何のために戦うのですか？あなたの答えを受け、あなたの答えはこのような結果が出ました。英雄。これでよろしいですか？好，没差，我觉得可以啊。さあ、これからあなたの旅が始まります。心からの祝福を送ります。勝利の扉は永遠にあなたに開かれています。自分を信じることを。永遠に諦めてはなりません。マーシュ、マーシュ、雨るだ。早く。村のみんながお前たちを待ってるぞ。ごめん。寝坊しちゃった。伝統にのっとってお前たちは今日から村守備隊の任に就くのだ。伝統ってこれ本当に強制徴兵じゃないの？私たち1年早く村の番犬になっただけなのに、何その態度、ムカつく。うるさいぞ、早く来い。守護神に敬意も払えぬ勇敢たる村長殿、最後にもう一度聞こう。守護神に歯向かう魔女はどこだ？この村でかくまっているのだろう。何を言っているのだ。この村にそんな娘などおらん。村長、ゲニル、早くお父さんを助けよう。くそ、大勢で囲みやがって。あの人どうして私を睨んでるの？魔女よ、ようやく現れた。聖教軍、拘束しろ。私は魔女なんかじゃないわ。グニル、マシュ、アメルダを連れて早く逃げるんだ。クソ、なんだこの状況。お前たちは何者だ？待て、お前どこかで見たことがあるぞ。私は神の代言者、守護神のしもべ、シベリル帝国の大司教ガンビー。为什么会有这些字在跑啊？奇怪。おとなしく魔女を私に渡せ。さすれ、慈悲深き守護神はあなたたちをお許しになるだろう。何もしないのに、どうして私？魔女よ、貴様の存在そのものが守護神に対する冒涜なのだ。なんてひどい神だ。お前の言う守護神とやらは目も耳も不自由な盲目の神なのか？お前らそんな話をしている場合か。あいつらを追い返せ。アメルダを守るんだ。く
何かお手伝いできることありますか？全部アメルダ、そんな攻撃じゃ何の役にも立たないぞ。早く逃げろ。もう最初のステージは逃げないといけないって誰が決めたわけ？信じられない。なんだこの魔女は一体何を言ってんだ。このクラクラする感じは一体まさか魔女の呪いか。アメルダが何を言っているかよくわからないけど敵も混乱してるみたいだね。アメルダのツッコミはどんな攻撃よりも強いからな。ツッコミには才能が必要なんだぜ。吐槽傻笑。对。マシュ、アメルダのツッコミだけじゃ敵を倒せねえ。早く彼女の援護に回ろう。一人で戦わせるのは危ない。行くぞアメルダ、すぐそっちに行く。全部任せろ。我が神は慈悲深い。だが神の下僕として私は神を冒涜する全てのものを相当し、神の道からを代弁するのだ。对啊，为什么会有檀木啊？管他的。还是我玩的游戏画面会被看到。政権はすでに破壊され、折れた剣は
復活の時を待っています。我がしもべをジェシカを探すのです。彼女があなたたち宿命の勇士たちを私の手を取りなさい。マシュ、早く彼女に。これは私の最後の力。英霊たちよ、私たちの希望をお守りください。お前たち全員覚えたぞ。お前たちは我が敵だ。一人も許さん。ボーゼル、光は必ず闇を倒す。幻がほざくか。それなら試してやろう。絶望せよ。一击必杀。跑剧情都跑二十几分钟了。大司教，魔女が消えてしまいました。どういたしますか？この異教の女神を相手にするには、私の力は消耗しすぎて、逃げた魔女を追跡することさえもできん。この村を全部浄化せよ。老若男女、一人も残すな。守護神の怒りを鎮めるのだ。守護神は我々が剣を罪なき村人たちに突きつけることをお許しにならないでしょう。この村は私が預かります。ボタニクス将軍、どうしてここに？しかし将軍。構わん。ボタニクス、帝国の将軍は守護神を冒涜する異教の魔女を見逃すことはない。そうだな。もしその魔女が守護神の敵ならば、私が必ず捕らえましょう。お任せください、大司教様。では、吉報を待つとしようか。また会おうぞ、将軍。村、とりあえずなんとかなったか。だが、国王にお知らせしなければ。好、哦，大陆的货币，那什么货币？大陆通用的货币。我、哦、没有语音了，给我起来！没到，你在哪里啊？我好像做了一个被人追捕奇怪的梦，然后我就变光飞走了。没时间磨蹭了，敌人马上就追来，先离开这里再说。所以，好了，我觉得先到这边好了。女团练兵任务，现在可以不行啊，不能按。好了，这边先做一集好了。希望我们家欢想频道所有放的图片，按一下订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，这样子我更新影片，你就能收到通知哦。谢谢大家这集的收看，拜拜。